これはこれはこれはあのアクセルが 20% ぐらい、いや、言ってないかもしれませんね、これね、本当に。さあ、この街はですね、非常に難しいのですね、結果を出したの俳優を用いまして、この斉藤大吾が日本風のためにマッチを持ち込んでまいりました。フォーミュラ D アジアでのチャンピオンカーということになりますが、さあ斉藤大吾が一本リードのって飛び込んでいく、どういう走りを見せるのか。Yeah.